え、どうもね、お久しぶりでございます。本日の、ですね、ビデオ。どうも皆さん、こんにちは。本日の、動画はですね、ちょっとスペシャルな内容になっているんですけれども、前回私がね、投稿しました、ホラーゲーム。まあまあ、ホラーゲームに関わらず、まあ、怖い状況って皆さんやっぱ経験するじゃないですか。はい、怖い経験を、してるときに、どういうふうに対処をすれば、まあ、ちょっとその恐怖を半減できるかっていう、そういう形の、お話をね、一度過去の動画で一度ほどしとした記憶があるんですけれども、こちらの動画だと思うんですけど、そうですね、あの映像をちょっとね、まあ、見た視聴者の方がいまして、今回ちょっとそちらの方にね、お越しいただいたということで、今日はすみません、ありがとうございます。ちょっと今ご紹介するんですけど、すいません、ちょっと今日はよろしくお願いします。グワッグバーグ大学で教授をやられてる方みたいで、まあ、ちょっとどうぞまた。大丈夫ね。はい。いや、今日はちょっと本当待って。ありがとうございます。忙しい。すいません、本当。まあちょっと、まあ、ここからは、一応じゃあちょっと自分がどういう方かだけ説明しましたら、ちょっとね、続きをちょっと。リコーバーしちゃっていいんで。すいません、ちょっと彼は、そうですね、その、ブラックバーグ大学で、恐怖、フリーピーカスタム、何でもいいんですけど、この恐怖体験を全て、そう言われた時に、どうしてもね、怖いっていう状況を、消し去る。ベストな方法を研究されている方で、私の過去の動画がその研究の一部以前の動画で入ってたみたいなと、ちょっとなんか、シューズコンみたいな、なんかまあ、こういう感じですので、ちょっとまあ、彼のね、ユニークな形を、今回は私もね、もう間近で、でも見せてもらえるということで、非常に光栄ですね。なので、じゃあ、早速見ていきましょう。失礼します。じゃあいいですかね。じゃあ失礼しますね。どうも、グワックバーグ大学で研究をしてもらう、まあ、教授ですね、一応教授やらせてもらってるのはタケルと申します。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。皆さんね、すぐまあ結構まあそうですね、怖いところとかね、心霊現象が起きるような場所で行った時に恐怖体験のある場所で怖い状況ってなる状況、まあ、あるじゃないですか。生きてる中でね、ありますよね。そういう状況のあなたをね、助けるような、まあ、研究をね、私たちは、まあ、私たちというか、まあ、私はしているわけなんですね、長年ね。だからね、前回の木澤さんのね、動画で、ちょっと拝見させてもらったときに、アキロクさんのビデオを確か流してましたよね。あれ、非常に私ね、刺激を受けまして、もう非常にね、すごい刺激を受けまして、もう自分が以前ね、まあ、研究、そのグワックバーグの方で研究してた時の、まあ、内容って言ったらまあこういう感じなんですけど、じゃあ後で編集してもらってもいいですか。こういう形なんですけど、なんかね、なんかちょっと変わった感じなんですけど、一応ね、今回まあ木更さんは、まあ、それまあ別の部屋でって感じで、まあ、私が、今日はその一部のその研究内容の一部をね、まあ、見せていければいいかなって。で、皆さんと一緒にね、まあ、立証していくという形で、まあ、一応進めていきたいなと思います。よろしくお願いします。やべえ、影やばいよそれ。あっ、
ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中。聞こえますか？聞こえます？刺さってねえじゃねえかよこれ。そう、アキロクさんのね、次にあの効果があるんではないかとね、目につけていたこちらのライフコーチですね。ピラミッド社外からそっと離れてみた。はい、どうも。昨日は煮込みラーメン豚骨醤油味を買いました。今の司会ピラミッド司会からそっとライフ抜け出して消える思考情報の抜けた価値観考え方をしてます。ライフコーチのプロ、オーエバースイムの柏木和と申します。今回も動画見ていただきありがとうございます。感謝しますので、前々から気になってた昨日は豚骨醤油味の煮込みラーメンの、ね、味を買ったんですけど、結構出てて、なんでやって思ったら、この今期の陶器、今期の陶器だけ限定らしいですよね。まあ多分うまいと思うんですけど、まだ食べてなくて、2日後か3日後に食べようかなって思ってますって感じで話進めていくんですけども、まあ、あなたの、ね、あなたが煮込みラーメン食べてるのは、あなたの煮込みラーメンのタイプの味は何ですかね。鶏塩、醤油、味噌かな。で、今期の陶器限定の豚骨醤油ね。去年、ちゃんぽん味あったと思うんですけどね。あれうまかったんですけどね。ないんかな。見つけた方教えてください。はい。やはり進めていくんですけども、今回の動画のタイトルテーマは、濃い明るい人間関係のつながりの間ではお金がだんだんいらなくなるっていうのはこういうことかっていう、強烈ですよね。見ての通り強烈なんですよ本当に。一回まずこの人で OK、 よし、わかった。とりあえず場所を変えよう。とりあえず場所を変えよう。今布団の中ならすぐに布団から脱出してくれ。椅子に座ってるならすぐさま立ち上がってくれ。そうじゃなくとも、とりあえず動ける範囲で今いる場所を移動してくれ。できるなら外へ、できなくとも別の部屋とか、とにかく動ける範囲で移動してくれ。よし、 OK、 わかった。わかる、わかる。エロリ脳みそ支配されて、一旦冷静になろうとしても戻れなくてどうしようもない感じになってんだよな。わかる、わかるよ。マーキンでエネルギーが高まるのはわかると。目覚めが良くなったりとか、そういったこともわかる。すごい力が湧いてくるとかっていうのも分かるんだけど、ご無沙汰します。やばい、マジ。今日は煮込みラーメン豚骨醤油味を買いました。今の司会ピラミッド司会からそっとライフ抜け出して消える思考情報の見方勝ちいただきありがとうございます。楽しみということで、分かった。はい、どうも。今から昨日は煮込みラーメン豚骨醤油味を買いました。一旦冷静になろうとしいや絶対いける、絶対いける。検証の方、していきたいと思います。あきまず助けて。オーケー、よし、わかった。とりあえず場所を変えよう。とりあえず場所を変えよう。今布団の中ならすぐに布団から脱出してくれ。椅子に座ってるならすぐさま立ち上がってくれ。そうじゃなくとも、とりあえず動ける範囲で今いる場所を移動してくれ。できるなら外へ、できなくとも別の部屋とか、とにかく動ける範囲で移動してくれ。了解。よし、 OK、 わかった。わかる、わかる。エロに脳みそ支配されて、一旦冷静になろうとしても戻れなくてどうしようもない感じになってんだよな。わかる、わかるよ。俺もそうだった。何度も右手がここに伸びた。何度もそれを乗り越えたし、でも同じぐらい何度も失敗してきた。別に抜いたって死にやしない。今までの努力が台無しになるわけじゃない。はい。でもいいか、もしお前がこの後抜いちゃった後後悔することが想像つくなら、とりあえず一旦今日だけは、今だけは保留しておこう。今だけだ、今だけ。ちょっと本気で我慢してみよう。そして明日になったら、何だったんだろうあの異常な高ぶりはってなってたりするから。昨日はあんなんで抜かなくてよかったってなるから。いいか、目的のために頑張ってるなら、今だけは気合い入れてこらえてみようぜ。もしここまで聞いてもまだ全然頭がエロでいっぱいなら、もう一度この動画を最初から聞いてみてくれ。何度聞いてもらっても構わない。動画の俺は何度でもこのテンションで繰り返すぞ。6、やばい、6、やばい。よし、健闘を祈る。じゃあな。はい、どうも。昨日は煮込みラーメン豚骨醤油味を買いました。
今の視界、ピラミッド視界から沿ったライフ抜け出して消える思考、情報の見方、価値観、考え方をしてます。ライフコーチのプロ、オーエヴァンスイムの柏木和人と申します。今回も動画見ていただきありがとうございます。感謝します。ということで、前歯から気になってた昨日は豚骨醤油味の煮込みラーメンの、ね、味を買ったんですけど、結構売れてて、なんでやって思ったら、この今期の陶器、言いにくいな、今期の陶器だけ限定らしいですよね。まあ多分うまいと思うんですけど、まだ食べてなくて、2日後か3日後に食べようかなって思ってますって感じで話進めていくんですけども、まあ、あなたの、ね、あなたが煮込みラーメン食べてるのは、あなたの煮込みラーメンのタイプの味は何ですかとね。鶏塩、醤油、味噌かな。鶏塩で、今期の陶器限定の豚骨醤油ね。豚骨醤油、去年ちゃんぽん味あったと思うんですけどね、あれうまかったんですけどね、ないんかな、見つけた方教えてください。はい、やはり進めていくんですけども、今回の動画のタイトルテーマは、濃い明るい人間関係のつながりの間ではお金がだんだんいらなくなるっていうのはこういうことかっていうね、そういう動画をちょっとお話ししていこうと思うんですけど、これは昨日強く感じて、最近でも感じてるんですけど、ここ何年間がなんかそういうのになってきてるなっていう感じで、都会に住んでてもね、多分田舎の方に行ったら多分そんなのどんどん進んでいくのかなって思うんですけど、昨日、はい、まあ、これツイッターにあげたんですけど、自転車屋さんに行って、すごくいつもお世話になってるね、自転車屋さんがあるんですけど、その大将に行った時に、なんかその大将が、これもいつにか、その大将が差し入れでもらった卵サンドとなんかお菓子があったんですよね。その腹いっぱいから食われへんから、いるっつってもらったんですよ。でもそのびっくりしたのは、その卵サンドが、僕卵サンド、卵好きで、なんかその自販機で売ってる美味しい卵サンドがそこにあるんですよ。そう、境内の近くでもないけど、境内に行くね、大阪経済大学っていうところの近くに、他のところに売ってると思うんですけど、あるんですよね。いろんな味変えて、黒胡椒が。なんとかチーズだみたいな、スクランブルエッグのだし巻きを挟んだやつだみたいなのが売ってて、それ食いたかったちょうどって思って、一番昔にだし巻きの味のやつを1個入りと2個入りがあるんですけど、2個入りがちょっとなんか値段が安めるみたいな感じなんですけど、それなんかお菓子もらって、お菓子もせんべい食べたくて、あられみたいなのが入ったからラッキーと思ってたけどっていう感じで、そこで終わったんですよね。ただでもらって、でその後お米屋さん行って、お米屋さんも個人のお米屋さんで買うんですけど、4キロ虹のなんとかっていう名前が、なんとかって覚えてないけど、なんかあるんですよ。それうまいですよね。僕それがあってて、体にあって、まあ、1キロ500なのかな、で4キロで2000なのかだから買って、でなんかそのお店では5キロ買うと、なんか水1本、この水ちょっとあるな、これなんかサービスでもらえるらしいんですよね、でも僕なんか3キロとか4キロしか買わへんのに毎回もらってるし、なんかバブもらったりするし、ティッシュもらったりするし、何しかなんかサービス受けてるんですよ。でまあ自分から話しかけるし、気が合ってるからかなーなんて思うんですけど、で、ね、昨日の夕方ぐらいから自転車屋さんから電話かかってきたんですよ、その大将から。なんかあったかなと思って、そう、で電話出たら、バナナ食べるみたいな感じで、バナナっつって、バナナ余ってんねんけど、みたいな言われて、ああ、バナナの主食ですよ、とか言いながら、じゃあ、なんか明日取りに行きますわ、言うて電話切ったんですけど、なんかそれもびっくりしたんですよね。だから何が言いたいかっていうと、なんか、僕たちみたいにというか、まあ、最近なんか、重い軽いっていうのもなんか言いたくなくなってきたんで、なんか重い軽いって言うと上下みたいな感じになるから、重いことが悪いことじゃないし、軽いことがいいことでもないし、まあ、僕も重たくなるときはあるんですけど、その明るいって言いましょうか、明るい、昨日も明るいって言いましたけど、濃い明るい人間関係、まあ、気の合う人同士の付き合いって、なんかお金っていうものの束縛とか、お金っていうもののなんか縛りがなんか外れるというか、合ってないようなものになんかなるなっていうのは最近感じるんですよね。その自転車その大将とのやり取りで、こう何回もあるんですけど、自転車買うたんびに、その時に持ってる金ないくせにこれくださいって言うんですよ、ずうずうしく。一回言ってしまった方に、多分これほんまわかんのですよね。そこの自転車屋さんってフランチャイズだから、
その広告のテープから見て多分わかるんですよ。でもお金もらった時に売り上げ上げるよってよくしてもらってるんです。まあその大した店やからいいのかもしれへんし、ほんまわかんのかもしれないし、どっちかわからないんですけど、でもこれが言ったら、昔で言ったらツケみたいな感じっすよ。いや、怖っ。え、バチ怖えんだけど。待って。やばい、もう手が滝行。やばい。手が滝行です。もう、グワックバーグ大学のクソもねえ、マジ。普通に怖い。ですけど、一応ですね、一応ですね、まあ、普通に多分プレイするよりは、そうですね、37% は半減できる、恐怖。これもう間違いないです。多分本来だったら、私まずクリックすらできないです、あれ、怖すぎて。しかも夜だぞ、夜っていうかもう今3時36分だ。もうゴーストがもうめちゃくちゃ嬉しい時間じゃん、こんな。ああ待ってたよと。まあとりあえずこういう形で今回の検証は、一生ならず。たけるさんにもお越しいただいたのにね、こういう形になってしまったので、まあ、次はね、どういった動画、どういった方法で、この検証をね、まあ、立証の形に持っていけるかというのをね、二人でじゃなくて、みんなで見つけていきましょう。ということで、今回は以上です。